はい。えー、森椿さん、ありがとうございます。えー、そうですね。ゆうまくんが球技を選んだのは、苦手だから克服をしたくて選んだんですよ。BS1、スポーツヒューマン、まっすぐ心と向き合って、フィギュアスケート、鍵山ゆうまを拝見しました。エキシビション振り付けは、辻元さんで、まさかずさんと同じくストイ同じくらいストイックです。 え、ゆうまくんの欠点をズバズバと言うのですが、ついていくゆうまくんが、えー、すごかった。え、スケートアレンジをしたのが鈴木明子さんです。で、カメラで風景写真撮るのが趣味です。三浦孝くんは、この春、高校2年生です。正和コーチは、えー、ゆうまくんの、えー、心の変化、気づくところがさすがです。普通の親子でも、あそこまでできた父親はいないでしょう。 ということでございますね。はい、いやー、アスリートですね。うん。まあ苦手をね。克服するために球技を選ぶなんてさすがですね。僕はあのー、信じられません。うん、球技はね。大っ嫌いですけど、乗り越えていこうっていうね。な,ないので、いやさすがにね。あのー、アスリートアスリートだなと。 思いますでお父さんとの交流はですねいつもこう見張るものがあって、えー、楽しく僕も見てますので今後ともお父さんそして新しいその振付師さんかなあイケシビションの振付さんですねとかとともにうん頑張っていくのかなとはい頑張っていくのかなと思いますので、えー、大学生活も一緒に、えー、頑張って楽しんでいってほしいと思います。 ありがとうございました。か山なまゆくんについてでございます。はい。そして、えー、そうですね。えー、っと、えー、ひろみゆずきさん、ありがとうございます。えー、カブくん、皆様、こんばんは。えー、女性セブンの件、あの、女性セブンの、えー、公式サイトの下の方にある、えー、白黒の込み出しの告知欄、4月7日、14日分に、 そうですね、嵐を呼ぶ独創スクープ13連発っていうのがあるみたいです。で、羽生結弦27歳、引退決意、恩人と最後の章とありますね。まりわらしいですね、これ。<laughs> すごいまりわらしいですね。引退決意、恩人とっていうところが、なんか羽生くんがね、引退しちゃうのかなってね、ちょっと思っちゃいますね、一瞬ね。うん。これはまりわらしいと思います。 同級生との結婚報道の件は随分と前のことのように感じますがあれもひどい話でしたねそれこそ羽生選手は引退しちゃいそうな勢いでしたかああなるほどですねってことはこの結婚報道のせいでなんか引退しちゃいそうなくらい悩んでしまったということみたいですねうんえ報道や情報ソースがあのしっかりしていないネット上の話に踊らされず ご本人やスポンサー様などからの公式発表のみを信じていきましょう。まあそうですね。えー、まあ何度も言いますけど、えっと、僕の言葉しか信じないでください。ですね。まあでもとりあえず女性セブンの件は一件落着になっているのかなという感じで、えー、皆様納得している方が多い感じです。僕もね、もう大丈夫ですね。はい。一件落着しておりますので、えー、ありがとうございました。はい。 はい。で、まあ、この件はですね、一応一件落着だったんですけど、まあ、こちらの件ですね、まあ、この選手村と食事とホテルの件ね、これ今からやっていこうと思うんですけど、まあ、結構一件落着できてない感じがあります。はい。まあ、僕もね、まだモヤモヤしてるんで、皆様のコメントを見て、手がかり、鍵をね、探していきたいと思います。まあ、ある程度先ほど読みましたけどもね、ちょっと読んでいきたいと思ってます。 はい。あ、すみません。はい、えー、キチューさんこんにちは。えー、キムユナさんも選手村には滞在していなかったはずですよ。えー、選手村だと部屋もハイエだしできるならホテル滞在の方がいいと思います。多分望めば誰でも選べると思います。あと大沢コーチはプライベートの管理はしないとの投稿がありましたが。 フェルナンデスの面倒はよく見ていたと言っていましたよ。ゲームばかりしていて、朝練習に来ないフェルナンデスをアパートまで起こしに行ったとかエピソードが本になっていました。えー、アパートもクリケットチームが探してあげたみたいなことは書いてあったと思います。あ、と思います。ただ、普段からお母さんが付き添っている選手が一緒に来ているだけで別にどうでもよくねって思います。まあそうですね。本当はね、気にしたくていいんですけど、まあね、 えっと、まあ、全員、まあ、気にする人はやっぱいるっていうことでございますね。はい。で、えっとね、まあ、ここがポイントかなと思ってますね。うん。えっと、奇妙なさんがこれ選手村に滞在していなかったっていうこと、これは初めてですね、僕も。で、えー、まあ、これ、アイビアっていうのはね、やっぱり神経質になっちゃいますよ。もちろんですね。まあ、シンコロに感染したらもう、あのー、そこでも試合終了ですからね。 ビ、うんまあ、ンセント・ジョーとか、えっと、コリアタとかを見てるともう分かりますけど、もう4年間の努力がですね、もうその一瞬のね、コロナ感染で全部ダメになるなんて、ほんと信じられない状況がありましたから、えー、もうこれはもうシビアになっちゃいます。だからもうホテル体制の方が、まあいいですよね。うん。まあ、あとは、これは誰でも選べる状況になっていたかどうかっていうところが焦点になってくると思います。これが僕分かんないんですよ。もしそうなら、 まあもっとその情報が知りたかったですよね。うん。まあ、他の選手がホテル滞在を希望したのか、えー、選手村を希望したのか、できれば選手村にいてほしかったのか、まあ、そこら辺のね、曖昧さが一あ,あるので、まあ、結構難しいですね。うん。はい。はい。では、えー、ちょっと続きを読んでいこうと思います。この,この件ねど、どこにたどり着くのかをちょっと。 み見ていいきまましょううさんありがとうございますすお疲れ様ですえ選手村とホテルの件を考えてみたんですがえ、羽生選手の大勢の熱狂的なファンたちや、ルールを守らない記者、そんな記者がいるかどうかわかりませんがえ、ストーカーまがいのことをしている記者もいそうなんで、まあね、これはね、いますよね、多分ね、うんね。その他、優勝無償からえ彼を守るためには、ホテルの方が 万全な安全対策ができたのかもしれませんねそれに全息の方がコロナに感染したら命取りになります、えー、極端な話ですがあそこまで大人気になると誘拐などの危険もあったのではうーん、まあでもかなりその何ていうのかなぁ、まあ SP がつけた方がいいぐらいのレベルではありますよね。まあ、ついていた,いたのかな、今回は。いずれにせよ、えー、スケート連盟の対応の悪さ、不透明さが原因ですね、まあ。スケート連盟、余計なことを言ったり、必要なことを言わなかったり、えー、各ファンの感情を逆なですることしかないですね。まあね、いろんなとこでね、ちょっと、なんか、あの、えっていうところがありましたけど、まあ、そのやっぱこう、ホテルがいいのか、それともその、 選手村がいいのか、まあ、選手村が強制的なのか、原則,的原則いなければいけないのか、えー、まあそして選手村の食事ですてね、まあ、アイビアンの件とかもあって、まあ、そういったことが結構あるので、もっとこう、選手に対して、選手はその家族に対して、えー、しっかりとした説明があったのかどうかっていうのが、まあ、ちょっと分かんないので、まあ、なんとも言えませんけど、まあ、ちょっとまあ、難しいですね。まあ、結構、賭けになっちゃうのかなっていうのもありますよね。うん。 あそしてツイキーですけど、時折北京オリンピックで羽生選手が浮いていた、孤独なように見えたとの意見がちらほらあったと思いますが、人気がありすぎて物理的に、えー、そばに行くことが困難な状況だったのかもしれませんね。僕もねななんとなく結構1人 いていたから、一人でいたことが多かったなっていう印象がありましたけど、これはね、もうもちろん僕もシンコロの影響があったと思います。だから、羽生選手自身も避けていたし、それは、 あのー、悪い意味で避けてたってわけじゃなくて、えーまあ、シンコロの感染ですね。まあ、自分が感染源になってもいけないし、自分が感染してもいけないし、まあ、そういう感じだったと思いますね。だから、えー、ピョンチャンオリンピックの時は、宇野選手とわちゃわちゃしている画像もたくさんネットに上がっていて、えー、速やかに確保しました、まあ。この時のエキシビションでの写真で、リンクサイドにいた宇野選手と羽生選手が一人で一緒にいる画像がとても美しく一番のお気に入りです。まあこの時はね 結構愛に満ち溢れていたた感じがあったんですけど、まあ、新コロナの件で、まあ、人々っていうのは分断していきましたからねなんか世の中が全部つながってるなっていうねう感じがねちょっとしちゃいますよねうんはい、えー、そしてこれは僕のコメントですがうんはい、えー、では続き読んでいきたいと思います YM さんよろしくお願いいたします えー、私も海外拠点の選手が誰と生活しようと、それはご本人たちの勝手だと思います。お母様でも恋人でも。あの、恋人でもっていうところちょっとポイントですね。また恋人になってくると、どう,どうなってくるのかなって気になりますね。まあ僕はね、全然いいと思うんですけど、まあ、今まで恋人同士でこう暮らして、えー、選手生活をやってるっていう日本人があんまりいないっていうかタブーになってる気がするんですよね。まあこれがね、海外とかだと、 まあ、恋人同士でその支え合ってっていうことがあるんですけど、フィギュアスケートって、やっぱどうしてもファンが、やっぱ大事になってくるっていうのもあるんですよね。お客さんと作り上げてくるっていうのがあるので。なので、その恋人がいるとかになると、ファンがいなくなるっていうね、ことがね、ぶっちゃけあるんですよね。なので、結構ね、またこれは今度議論していきたいと思いますね。 うん、でも、宮原さんのように、コロナ禍でも一人でカナダに残ったし、それはすごいなと思っています。女の子ですしね。たとえ英語が堪能でも、ご両親は心配されたと思います。まあね、お母さんたちはね、心配しますよね。うん、やっぱりその自立心のある人、ない人によって分かれてくるかなと思うし、それがいい悪いかっていうわけじゃないとは思うんですけど、まあ、なかなかね、一人でやるっていうのは大変ですよね。 ただちょっと気になるのは、例えばお母様がずっと一緒で、他のご家族が大変になるっていうことですよね。えー、バンクーバーの後、奇妙な選手のお父様の記事を雑誌で読んだことがあって、えー、彼女の金メダルは素晴らしいことだけれども、家族にとっては良かったかどうかは疑問だとおっしゃっていました。あーなるほどですね。 これ確かお父さんがなんか借金とかあったっていう話を聞いたことあるんですけど、これは僕の勘違いかな。なんかいろいろこういざこざがあって、えー、なんかそちオリンの時もなんかね、出たくなかったんだけど、お父さんのね、借金があったから出なければいけなかったっていう話を聞いたことがあるんですけど、えー、どうでしょうかね、これは。うん。なんか結構いやいや出たみたいな感じがあったとは思うんですけども、それでね、銀取っちゃうんですからね。うん。フィギュアを始めてほどなく、コーチから才能があるが、 あのそうですね本格的にやるにはお金がかかるし、えー、海外での練習も必要なのでどうしますかと聞かれて、ですね当時、声楽を習っていたお姉さんは、それをやめたそうです。あ なるほどですね。お金がかかっちゃうからですね。その後お母さんはキム選手に付きっきり、お姉様とお父様は韓国に残り、家族離れ離れの生活が長く続いていると言った記事でした。奇妙な選手って結構、なんか家族がそんな裕福な家庭ではないっていう話はもう聞いたことあるんですよね。 うん、韓国からの結構支援とかもあったのかもしれませんが、まあやっぱちっちゃい時にやっぱ才能があったっていうところがですね、まあ結構サポートしてくれたのかなっていうところでしょうか。まあ才能はね確実にあったとは思うんですけど、えー、まあそんな感じでやってきて、で、 えどうしてもお母様でなければいけないということなら仕方ないですが、例えば日常の生活のお世話をしてくれる人がい,ないれば、良いなら現地で信用できる人を雇って家族への負担を最小限にできないですかね。まあね、これはね、でもお母さんのはがいいっすよ。 うん、やっぱねいつもこう信頼してねちっちゃい時からやっぱり一緒にいるっていうのは子供がどういうものがあの好きでっていうのはやっぱり家族の愛っていうのはあると思うんで、まあ、多分家族の方がねいいっていう人もいる可能性あると思うんですよね、まあ、それはやっぱり人によって変わってくる可能性もあると思うんですよね、うんまあ、わかりませんけど どうでしょうかね。クリケットに日本人が複数人いたことってありましたっけシャンペリーには2年前くらいかな、島田選手、宇野選手、木平選手って3人練習していることがありましたよね。こんな場合なら、スケレンが橋渡しをして3人一緒に食事の面倒だけでも見てくれる人を現地で用意できなかったのかなって思ってしまいました。す、え、べ、ー、てを家族がやる、家族に任せっきりって良くないと思います。まあ、でも家族がね、従っている可能性もあるので、 あのだから、うん、どうでしょうかね。特にトップ選手となれば、日本フィギュア界でサポートすべきことだと思うんで、よりご家族に迷惑にならない方法を、えー、模索してほしいなと思っています。まあ、要は、だから、なんでずっと一緒にお母さんと一緒にいるのっていうことが多分言いたいと思うんですけど、まあね、これはね、どうなんだろう。まあ、人に感覚かなと思うんですよね。 うん、僕なんか全然一緒にいてもいいかなって思っちゃうタイプなんですけど、まあ人によって変わってくる人も結構、まあなんで一緒にずっとお母さんとか自立できないの、自立ができないのっていうことをね、多分言いたいのかなとちょっと思うんですけど、まあ多分、ね、そういう人も一部いるかと思うんですけど、まあこれは感覚の問題でしょうかね。うん。もう家族によって、まあその感覚は変わってくると思うんですよね。うん。ちなみに僕はね、全然お母さんという人も全然いいと思っていて、まあ多分これは家族がね、 あのサポートしたいっていう家族の気持ちが強いと思うんですよね。うん、だから家族愛がある,あるなとは思うんですけど、まあ、人によって感覚は変わってくると思うんですよね、うん。特に日本とかだと結構シビアになってくるというか、結構それ気にする人が多いかなとは思うんですけど、どうでしょうかね。うんはい、そして YM さん、続きのコメントにいきますね。え昨日は山選手の中京大学 ののの、えー、入学のニュースばっっっっかかりでででしししたたたねねももももそのコメントも写真も嬉いい気持ちがダダ漏れでこっちがこ良て思いました僕ね、これ YouTube 昨日見ましたね。うん。すごいこう制服姿で、こう、なんかね、凛としてね、ピシッとしてましたね。うん。なんか僕まで姿勢がね、正しちゃうぐらいですピシッとしてて。私もオクラコーストがトースト大好きですよ。名古屋に行って行ったら必ず食べますということですね。で、トップ選手が一緒に練習するって結構大変なのかなって思っていたんですが、 ののに関しては、えー、大丈夫なのかなかと、宇野選手、山田さんのところに出るときに、えー、次の練習環境について、数種類の4回転をバンバン練習している選手がいる、えー、クラブに入りたいっておっしゃっていました。いやー、モチベーション高いですね。うん、えーまあ、これはすごいと思います。それを聞いたとき、そんなところ、世界中探してもほんの数か所限られるよねって覚えたのを覚えています。 えその後、シャンピリーで、現在でも4回転を跳べるランビエール選手もいて、すごいですね。現在でも4回転飛びますよね、多分ね。うん。えー、専属のジャンプ、ジャンプコーチもいる。えー、ジスランコーチかなか違うかな前よりは良い環境ですが、 えー、複数種の四回転というか、夢では、まだ願いは叶っていない環境でした。しかし、ここに来て、日本の拠点である中京大が育ってきましたね。もうだんだんすごいですよね、本当に。うん。あのー、だんだん強くなってきました。日本のその拠点がどんどんね、関西大学学もあるし、木下アカデミーさんのリンクもある、ある。あ、それは関西大学か。うん。だから結構ね、あのー、日本もところどころでいい環境になってんのかなっていうね、感じがありますよね。 うん、数年来の希望がここに来て叶えられた形になりました。まあ、海外に、ね、行かなくても日本にいてもいいんじゃないかなっていう練習環境になってるし、まあ、先輩後輩も宇野くん、鍵山くんもね、そのやっぱこう負けることを恐れていない。そこが彼の強みだし、これね、ちょっとポイントですね。うん、宇野選手は鍵山選手に負けることを恐れていないっていうねすごいですね。 それが彼の強みだし、狩山選手も遠慮なく勝負しながら、それでいて先輩を立てることを忘れない。こういう二人の、えー、関係がですね、同じリンクで練習しながらうまくやっていける要因だと思います。まあそうですね、まあ、素敵な先輩後輩だなと思いますね。なんだろう、気を使わないし、ね、気を使わないし、なんか、すごく、なんて言うんだろう、なんか、 うするるっていいい感じもあるしねいいですよねでも宇野くんだからといって気を負けることをすれずにこうねえっ、ー、と遠慮なくね勝ちに行きますよっていう感じでもあるし、うん、すごい関係はねいいと思います。今後この世界選手権の時今つのキスクラで点数が出た後次が翔馬くん。 履ける前にですね、今はちょっとお父様の鍵山コーチが2人で翔馬くんに声援を送っていたから、はけてい,けいかれと、とっても良い風景だなと思いました。まあ、だからまあ、非常にね、お父さんもユーモアがあるし、とてもね、こういった関係性はいいと思うんで、まあ、これから楽しみですね。うん。さらに、えー、選手もあの、ジャンプも成長、ジャンプだけじゃなくて、成長していきながらですね、なんか乗り越えていきそうですね。まあ、4年後のオリンピック、本当楽しみですね。 うんあの本当楽しみですなので、えー、大学生活も楽しみつつですね頑張っていってほしいなと思いますはいでも日本の環境が本当に良くなってきてる気がするんでそこは一つのね朗報というかねうん嬉しい部分ではありますよねはい。 そして、えっ、ー、と、ワイメイさん、続きのコメントにいきます。オリンピックの羽生選手、ホテル対戦の件ですが、これがなぜ問題になるのか、それは日本のフィギュア選手が皆さん強すぎるからなんですよね。複数人のメダル候補選手がいること、特に男子は3人が3人、すべてがメダル候補、現に鍵山、宇野選手が銀、銅メダル獲得でしたえ。もし羽生選手だけがメダル候補で、他の選手が予選落ちかもみたいな、 みたいだったら、彼だけ特別扱いでも構わないと思います。しかし、ライバルですから、団体戦に出るか出ないかが問題も同じですね。団体戦に出ることが体力的に負担になると考えるのであれば、出る人が損ということになります。まあ、結果を見れば、そうでもなかったのかなということですね。で、こうね、団体戦に出ることに関してはですね、実は、あの、以前、歌舞伎人たにしても話が一見落着していてですね、あの、なんだっけな、 えっとなんかグランプリシリーズとかに出場してですね、なんかその結構資格があったということがまあなかったのかな。羽生くんにはそのその団体戦への資格がなかったような気がするんですよね。だから羽生選手が選んだっていうわけじゃなくて、そもそもあの羽生選手が出たくても出ることができなかったらしいです。 はい、多分、確かそんな感じだった気がしますね。で、キミオナさんのように、国内に特にライバル選手がいなくて、えー、彼女のコンディションだけを整えれば良い場合は、現地での生活環境について、彼女のことだけ考えれば良いんだと思います。しかし、日本の場合、個人戦に関しては、日本人同士もライバル。えー、そういう意味では、環境に差があっては不公平だし、えー、事情があるなら説明は必要かと思います。なんなら全員ホテルでも良かったと思いますよ。しかしいくらなんでもそれは でできなかったでしょうねまあこれはね、まあ多分政治とかにも関係してくる気がするんですよ。要は中国に気を使いましょう的な感じもあったかもしんないし、まあそのね、まあ要はそのホテルがいいのか、ホテルみんな選んじゃうと、じゃあ何私たちが作ったあの選手村は信頼性がねえのかだってね、怒られますからね、まあそういったところもあるので、なかなかね、難しいんですよね。 うんだから、その、なんて言うんでしょうかね。まあでも、ぶっちゃけますけど、まあ日本人は中国のそのね、出す食事っていうのはね、まあ、ちょっとね、ちょっとやっぱり、ぶっちゃけね、信頼ないですよね、正直言うと。うん。まあ、なので、まあ今、シンコロの件もありますし、ね、なんか、 ちょっと不信感っていうのがやっぱり強いと思うので、うん、まあそれもやっぱ関係あると思う。だからホテルの方が安全性が高い。まあホテルの食事は多分、えー、ホテルの食事を食べずに自分たちで用意したものを食べていくという感じだと思うので、まあ新型コロナの件もありますからね。てかそれが一番強いと思うんですけど、まあ、結構ね、公平性、不公平性が生じてきてしまうのかなと思ったりしますが、まあ賭けですね。 うんまあ、何がいいのか分かんないので、賭けになってくるのかなってちょっと思うんですよね。これね、研究が必要だと思います。あの研究がね必要だと思いますね。まあ、これはね、本当ですね。あのホテルか選手村かで差が出るほど、 で出るかかどうかっていうのは、まあ、研究論文っていうのはね、ちょっと必要になってくる部分かなと思いますね。まあ、今回も見えない道をね、霧の中をですね、歩くような感覚で選手たちはいたかと思うんですよ。だから、まあ、ホテルがいいのか、選手村がいいのかね、差が出るので、ちょっとね、まあ、なんだろう、賭けだなと思いますね。はい。はい。えー、そして、いちごプリンさん、よろしくお願いします。えっ、ー、と、そうですね。味の素と JOC が協力して、 GRS というプロジェクトを立ち上げています。GRS っていうのがある,あるみたいですね。はい、えー。そしてこれはリオデジャネイロオリンピックから発足してですね、すべての日本代表選手を食事面でサポートしようというものです。えー、活動報告書も出ていて、今回の北京オリンピックでは、延べ人数にして2000人以上の選手を利用してますあ。ありがとうございます。とても、えー、知らなかった情報であの、どうもありがとうございます。 この GRS というプロジェクトがあったということで、で、ホテルと選手村の2か所で運営されていましたんで、ホテル滞在選手のみ GRS のサポートがあったわけではあり,あありません。あこれね ありがとうございます。これちょっとね、これは、えっ、ー、と、四角で囲んだ方がいいですね。これがね、一番知りたかったというかね、重要なポイントでございますね。まあ、要は、ホテルの人だけが自分たちのその、なんだ、優遇ができるか。選手村の人たちは、選手村だけの食事だけを食べなければいけないかっていうところがミソだったんですよ。だからこれがね、重要ですね。 うん、結構、鍵が見つかった感じがあります。一つの鍵が見つかりましたね。で、コロナ禍で日本選手団は食堂利用を禁止し、えー、GRS の利用、または、えー、個人持ち込みのレトルト食品などの利用を推奨したとのこと。あ、これもね、えー、っと、とても超重要ですね。これを見ると、まあ、少なくとも食事に関しては、そんな差別がなかったというふうに思われますね。はい。なるほどですね。これ結構ポイントケースですよ。 うん、これ、ポイント大きいと思いますよ、僕。ホテル滞在選手のみが食事のサポートがあったわけではありません。ノルディック複合の渡,部渡,辺,選手渡辺選手は GRS のヘビーユーザーでしたし、坂、えー、本香織選手も GRS を利用している写真が投稿されています。GRS は選手なら誰でも利用ができたんですということですね。なるほど。まあ、推奨されてましたから、まあ、ぜひぜひっていう感じだったでしょうね、これは。うん。 なるほどですね。もうこれ結構大きいですよ、ポイント。うん。ポイント大きいですよ、本当に。僕はちょっとかなり合点してきましたね。誤解のなきよう、食事批判が起きたのならば、GRS a 批判ということでしょうか。うーん、まあ、まあ多分これは選手村の食事がね、えっと、中国からその、だね、 選手村が用意した食事しか食べてはいけないというね、そういった誤解があったからこそ起きてしまった部分もあるのかなってちょっと今思ってます。えー、ちょっともうちょっと見ていきましょう。選手村の食堂のメニューは非常に脂質が多く、 アスリートの食事には適していないという判断もあったとのこと。ああ、なるほどですね。でも、そういった食事が好きな選手もいるでしょうし、日常的にそういう食事に慣れている選手なら GRS の食事に不満が出るのかもしれません。ああ、なるほどですね。 うん、健康的な食事といっても、病院食はあまり食べたくないのと一緒で、まあそうでしょうね。うん。まあだから、選手によって選ぶ権利があったということは、すごく、えー、差別が減るのかなと思うので、いいと思います。また、ホテル滞在の選手は、羽生選手だけではありません。あ、すみません。これもちょっと、四角で囲まなければいけないですね。 なんか、羽生くんだけがなんかホテル滞在したのかなっていう文面だったんで、えっと、ちょっと思ったんですよ。これちょっと四角で囲みますね。はい。他の競技でもホテル滞在の選手はいましたということです。で、羽生選手はもはや競技の枠を超えたス,タースーパースターです。え冬の競技のりになりました。 えーそうですね、会場内でもフィギュアスケートの選手だけではなく、他の競技の選手に写真撮影を求められたり、メディアやボランティアに追いかけられたりしている動画が上がっていま,す上がっていました。あの状況を見たら選手村に滞在して追いかけられて,ては気が休まりません。いや、本当ですね。うん だ,と思いますだから、まあ、そういった状況とかも加味してですね、加味しなければいけないと思います。まあ、何があっても、まあ、羽生選手はやっぱ特別なので、特別だってのはもうこの前もずっと話しましたけど、だからまあ、そういった意味では、なんかその、なんて言うんでしょうかね、えっ、ー、と、まあ、羽生選手保護するっていうことも必要ですよね。ホテル滞在で正解だったと思います。ファンはこういった動画などもよく目にするので、 えそうですねそういった状況もなんとなく理解できますが、えー、そ,うきなそうでない人には、羽生選手だけ特別扱いされていると誤解されてしまうんでしょうね。スケート連盟からの説明などがあってもいいかと私は思いました。まあ、これもそうですね、ただなんか今のこと、えっ、ー、と、いちごプリューさんのコメントを見るとですね、まあ、なんとなくその、他の選手もホテル対策できたっていう部分があるんで、特に特別扱いもなかった。 たのかなってちょっと思っちゃっててちちょと思ゃますそもそも論として特別扱いじゃなかったんじゃないかなとまあそもそも特別扱いをされても全然僕何とも思わないんでもう別に羽生くんぐらいいいんじゃないかなって思っちゃうぐらいなんですけどそもそも論として特別扱いすらなかったっていうことなんでなんか。 うん、なんかちょっと、はい。別件ですが、関連して、平昌オリンピックの時の、えー、羽生選手には、丸がい予告じみた脅迫文が送られてたため、空港では現地 SP がついていました。あれを特別扱いで批判したアンチもいました。これね、ちょっとびっくりですね。うん。なんかそういえば、北京五輪でも、なんか殺害予告とかってなんかありましたよね。ぶっちゃけ。うん。もう本当にね、信じられなかったです。うん。なんか氷の、 ねえー、軌道をこうつけた、えー、選手をこう探せみたいな感じで、ね、もう開いた口が塞がらない、やめられない状態ですカオスでしたけども。今回は SP ではなくてお母様でしたが、やはり安全面で心配だなと思う場面はありました。えー、羽生選手は周りの環境からしても、他の選手とは違うんだよとベルモッゃさんに言いたいです。うん、まあ。ベルモットさん、そうですね。はい。まあ、あのー、ね、だそんなその、 気にすることではないと思うんですけど、まあ、宇野選手とかも選べばですね、もうホテル滞在できたのかなっていう部分があると思うんで、まあ、選手個人個人で選んでいけるのかなっていうところがありそうですね。うん。まあ、まあ、新型コロナの件もありましたけど、まあ、もし僕が選手だったら、まあ、選手と和気あいあい、他の選手と和気あいあいに過ごして、まあ、あの選手村がもういいのかなっていう。 思うパターンもあるしても、羽生君のように持病を持ちながら、そしてそれだけじゃなくて、周りのその何て言うんでしょうかね、その羽生君を追いかけ回すような人がやっぱりいる可能性がやっぱりどうしてもありますよね。まあ、特に中国のファンがすごいことになってますから、まあ、だからそういったことを加味して、まあ、ホテルの方が安全であると判断した結果、まあ、ホテルでお願いしますっていう感じだったのかなと思うと、特になんか腑に落ちるんですけどもね。うん。はい。そして、 えっと、柚ひ宏美さん、ありがとうございます。いちごプリン様、食関連を含め詳細情報をありがとうございます。羽生選手やショー・ホワイト選手のような、えー、人気の選手には、SP などのガードに長けた専門家による警護が必要ですよね。まあそうですね。まあ本当だと思います。うん。なので、えー、まあいろんな判断、いろんなことを加味して判断したのかなっていう感じですね。うん。はい。 えー、そして、ひろひろさん、よろしくお願いいたします、えー。そうですね。ホテルの件ですが、見ていて悲しくなりました。私は、羽生選手は、身体のため、自腹を切ってホテルに宿泊していたと思っていました。これは、ね、結局自分自、自腹を切ってホテルに滞在したのか、ステレンが、 ホテ,ルをあのホテル代金払ったかどうかっていうとこ気になるんですけどスケレンがホテルを貸し,切貸し切りにしていたということは相当前から予約をしていたということですよね。えー、ってことはスケレンは羽生選手のためにホテルを用意してあげたのかな 羽生選手が北京オリンピックを目指すと表明したのは全日本のすぐ前でした。羽生選手が出場するかもわかんない時点で、えー、選手のためホテルを貸し切っていたんだとしたら、他の選手も利用可能ではないでしょうか。まあ、それともスケレンは何が何でも羽生選手を出場させるつもりだったんでしょうか。まあね、これね、僕ね、ぶっちゃけね、 まあ例えば全日本に出なかったとしても僕は羽生くんが選ばれる可能性はかなりあったと思うのでだからまあ多分そあの北京五輪の出場は羽生選手はするだろうっていう。 思っていたとは思いますけども、ね、ただまあ、以前に、まあ、北京に出るか出ないかって分かんないっていう話もあったんで、まあ、ちょっと不明な部分もあったんですけど、でもまあ、羽生選手じゃなければ別に他の選手が使ってもいいよっていう感じで、まあ、だから羽生選手だけじゃないんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、えー、選手たちがレトルト食品をたくさん持っていたとすれば、えー、選手村での食堂が利用できないとか、食事がひどいことは前も分かっていたのでは、前もって分かっていたのでは、うん。 まあね、信頼性がないっていうところはありますからね、食べたくないっていう人もね、いると思うので、まあしかもシンコロのムが多分あるんですよ。まあ多分それがね、大きいと思うんですよね。なんか、信頼性がないっていうかね、うん、シンコロがちょっと食事についてたらどうしようっていうのは、ぶっちゃけ、 ありますよね。ちょっと心配じゃないですか。なんか。日本だったら、なんかその大丈夫な気がしますけど、ちょっと中国なのでね、まあ、ぶっちゃけね、なんかありますよね。そのね。うん。その時点でスケレンが選手にホテル滞在を進めることもできたのではと思います。えもしくはホテルに調理スタッフが滞在していたならえ、選手村にきちんとした食事を差し入れることもできたのではないでしょうか。たとえ選手村滞在が義務だとしても強制ではないはずです。で、これについては、先ほどその、えー、 いちごプリンさんがおっしゃっていたようで、まあ、ホテルの選手だろうが、選手村の選手だろうが、GRS を利用できるっていう義務があるので、まあ、結構そこについては平等,平等だったっぽいっすよ。うん で、スケレンは選手を守る義務があるはずです。その義務を果たしてもしないで、こういう批判を起こさせるスケレンに憤りしか感じさせません。それにしても、あ、それに羽生選手に選手村で会ったという人もいましたからえ、選手村にいなかったわけではないと思います。だこれね、なんか僕もちょっと聞いたことあるんですよ。うん。で、ね、なんか選手村に時々訪れていたのかなっていう感じやっぱりあるので、 まあぶっちゃけ羽生くんの行動っていうのはやっぱミステリアスに包まれてますから何が本当だったかっていうのがいまいちこう分かってないっていう部分があるんでまあこれはまあ多分今後羽生選手が例えばね引退した後のドキュメンタリーとかでまあ全部明かしていくのかなと思うんでちょっとそこを見ていきたいんですね、まあ、それが見ればまあ多分全部分かってくると思います、まあ、闇もありそうですけどまあ光もあるっていう感じかな うん、あなんだそういうことあったのかっていう風になる場合もあるしえマジでそうだったんだっていうねちょっと驚く可能性もあるので、まあ、そこら辺は後々ねまた、えー、真相は明らかになると思うんですが、まあ、真相が明らかにならない場合もありますけどね、はいね、まあ、何があったのかっていうのはちょっとはあの全てはて わ、えー、かんないという感じかもしれませんけど。えー、そして、ヒロヒロさん、ありがとうございます、えー。いちごプリンさん、ありがとうございます。そうでしたか、スケレンではなく JOC のきちんとした制度だったんですね。それなら、選手平等、全員平等なはずなのに、羽生選手だけ特別扱いで、他の選手はレトルト食品がなくなり、 ひどい食生活をしていたのにと批判されなくてはいけないのでしょうか。羽生選手は間違いなく日本のスポーツ界に貢献してきた偉大な選手だと思います。その選手がこんな風に批判されるという現実に絶望しかありません。だから結局ね、まあ平等だったっていうことがね、わかりましたよね。うん。そしてイチゴプリンさん。 広ロヒロさん、すいません。私の返信、間違って調整してしまいました。食事の件については、私個人のコメントを見ていただければと思います。でこういったことは、関係各社や各団体のホームページなどには掲載されているんで、隅々まで見れば納得できるんですが、普通はそこまでしませんから、いろんな誤解が生じてしまうでしょうね、ということですね。まあ、確かにこういうそのホームページとかって、結構文章がうわーっとあって、結構重要なことがちっちゃい方向に書かれてたりするんで、まあ、なかなかね、 難しいですよね。なので、えっと、いちごプリンさん、ありがとうございます。あのー、僕もちょっと助かりましたね。まあ、皆さんも多分、結構、振り落ちた方が多いと思うんで、一見落着に向けてね、結構、これは、あの、嬉しいですね。はい。 はい、で僕らのこれコメントなんですが、ホテルと選手村でそんなに差があるのか気になりますねというところで、でもホテル選びたいという気持ちは分かります。もし日本なら選手村をある程度信じられますが、北京だと不安ですって、これ僕今、あの返信してるんですけど、まあ、少なくとも食事に関してはなんか差はなかったような気がしますね。 うん、あとは、まあ、人の,その密接してしまうっていうところが、まあ、やっぱり新型コロナでかかっちゃうリスクがあるので、まあ、そこの差はあったのかどうかっていうところありますけど、賭けですね、うん、どこに行っても、どんなに万全な対策を取っていても、かかっちゃうときはかかっちゃうのがあるので、ぶっちゃけね、もう本当ね、どこにいても恐ろしかったと思いますよ。うん はいええー、米米さんありがとうございます株君いつもお疲れ様です最年少でメダルを取れたスノボの村瀬選手は食堂で生の羽生さんを見かけたというツイートも記憶に残っていますあ思い出しましたねはい、村瀬選手が羽生くんを見かけたというツイートがあったということでございますねで オリンピックの羽生さん、他のコメントのように人気ありすぎた割に寂しそう。近くに寄り添う人がいなくて、人気は外部の方だけなのか。えー、試合の時にみんなに、みんな必死に応援してくれた映像があります。結局、中国の選手たちは一生懸命羽生さんを励ましたい。一緒に遊んであげて、ビンドゥンドゥンもプレゼントして、もう感謝しかない。そうですね。まあ、ということでございますね。まあ、その、なんだ。 まあ、だから、羽生君はたまにね、えっ、ー、と、センシの食堂にいたということみたいですね。まあ、でも、その食事はですね、多分あのー、GRS かなの食事なのかなうん。はい。まあ、何を食べていたかっていうことはちょっとわかりませんけど、うん。まあ、確かにね、まあ、結構人気がかなりあった割にはね、まあ、寂しいと言いますかね。まあ、たこれはね、まあ、シンコロの影響で、 良、えー、くも悪くもね、えー、そっちの方が良かったのかなっていう感じはあるんですけどもね。うん。まあでもね、信仰で結構ね、分断されましたよね、人々はね。うん。はい。えー、そして、りんりゃんさん、ありがとうございます。えー、味の素が選手の食事のサポートをしているので、選手村の待遇が悪いということはないですよ。はい、ということなんですよね。だから、結局、その、 もう僕は、あのー、だんだんね、鍵が見つかったというか、あの、なので、選手村と、えー、ホテルの食事には差がなかったということなのかなもしかしたら、翔馬君は、野菜が嫌いなんで、えー、味の素のサポートの食事が食べられなくて、えー、自分が食べたいものを持参していたのではないですかね。翔馬君に聞いてみないとわかんないですけどもね、もうこの点もね、あんまりこう言う、言わないっていうかね、 言う必要はないって思ってるのかね、あんまり明らかにはされてませんけど、羽生君のホテル滞在は、警備の面から中国側がからホテルに滞在してほしいと要請があったような、あったと見たような気がします。ああ、なるほど。なるほどですね。なるほど。 これはちょっと新しいですね。羽生くんは他の海外の滞在地でもそうみたいです。かなりのファンが押しかけるんで、警備に気を使うみたいです。ああなるほどですね。これは新しいですね。警備の面から、中国側からホテルに滞在してほしいという要請があったと見たような気がします。ということみたいですね。うん。 なるほどですねえ。お母様が常にいらっしゃるのは、今でも喘息の発作が起きるとひどいからだと思います。この現代においても、いまだに喘息で亡くなる方が多数いらっしゃいます。まあちょっと僕もですね、まあぜなんで、まあ、ちょっと、まあ、羽生選手とはやっぱアスリートで喘息ですからね、まあタイプが違うと思うんですけど、まあ、本当ね、この喘息ってつらいですよね。 うん、ましてや外国のホテルに1人で泊まっている間にひどい放送が起きたら想像するとそばに対処できる方がいないのは怖いと感じます。まあねだからあの以前もスケート連盟じゃなくて他のそのロシア連盟かなが羽生くんをサポートしたっていうロシアの医師かなが羽生選手をサポートしたっていうところもあるのでお母さんがやっぱそばにいる方が安心ですよね。うん あと、不安とかが大きくなると発作が激しくなるっていう傾向があるので、まあ、多分羽生選手はやっぱそういった進行の件で不安が起きたりとか、まあ現地のそのね、北京のその悪いその汚染の状態とかね、えー、まあ結構ありましたよね。うん。あと食事の件とかで、まあ食事も結構悪かったりすると喘息って起きやすくなったりするんで、まあそういったことも考えて、あとはこう精神的な部分も考えて、えー、やっぱお母さんが付き添った方が 安全だなっていうところはあるので、まあ、人によってこう違ってきますからね、状況っていうのはね。うん。なので、まあ、そういった、なんでしょうかね、えー、場合によって、えーね、分けてきたのかなって、分けて、あの、判断があったのかなっていう感じだと思いますよね。うん。はい。えー、そして、YM さん、ありがとう。よろしくお願いします。えー、ちょっと見ていきたいと思いますが、 リンにゃンさん、私も最初はシュウマくんが好き嫌いが多いからかと思っていましたが、えー、帰国後イベントで坂本選手のコーチと中野さんが、えー、選手は食道の使用を禁止されていたため、食事は炭水化物がほとんどとなってしまい、えー、体力的に持つかもと心配しましたが、頑張ってくれたとコメントをしていました。これもね、ちょっと気になってはいます。要するにシュウマくんだけではなく、えー、選手村の環境が そうううだったということいこでしょうおにぎりばっかりとか、私の感じでは皆さん言いたいことはたくさんあったけれど、でもなかなか口に出せなかったけど、さすがベテランコーチ、一言言わなきゃ気が済まない,よまないわよっていう感じかなと思います。なるほどですね。まあ、ちょっとだから。 えー、選手村の食事がちょっとやっぱりう,う、うんっていうね、感じだったということでしょうかね。確かに羽生選手にはいろいろ大変なこともあるとは思います。特別にホテル滞在を許すなら、他の選手もそれと変わらない環境を用意すべきだし、えー、どうしても彼だけそうなのか、スケート連盟はきちんと説明すべき。まあ確かにですね、まあ、ここはスケート連盟説明するべきだとは思いますね。確かに。うん まあでも他の選手もホテル滞在が認められてるっていうところもあったんでまあ宇野くんは多分選手村じゃなくてホテル滞在ができた状況だとは思うんですけどもねでもそれをその選手によって分けてきたのかなっていうね。 うん、そうしたいから変な憶測を読んで批判を浴びることになりますえ。羽生選手も何でもあれ、何であれ、自分だけ良い環境で過ごしたいなら、せっかく一人で何でも喋れる会,会見をセッティングしてもらったわけで、一言感謝の言葉を述べていただければかっこよかったと思いますよ、ということでございますね。はい。まあ、だから分かんないですね。結局、その、 まあこの件、あんまりその話題にならなかったんで、まあそのままね、何一の顔といいますか、そのままこうね、えー、っと、過ぎ去っていくのかなっていう感じはあったんですけど、まあ,おあの、折り返してみると、まあちょっと確かになっていうのはあるんですけど、まあでも他の選手があの平等にですね、ホテル滞在のよ許されるのかどうかっていうところは、ちょっと気になるポイントにはなってはきますね。うん。はい。えー、っと、そして、リンニャンさん。 えー、選手村の食事は中国が用意したものだと思いますがそれを禁止,は禁止したのではないですか。 以前の大会で選手が現地の食事でお腹を壊して試合に支障が出たことがありました。で、えー、っと、それからなのか味の素が食事のサポートをするようになりました。味の素の食事のサポートを受けて食べている選手たちの笑顔の写真もたくさん上がっていましたが、炭水化物ばかりではなかったような。翔、え、馬、ー、君はどうしてそこを利用しなかったのか、翔馬くに聞いてみたいところですね。うん、まあ、これはね、ちょっと、 宇野選手が YouTube で語ってほしいですね。 はい、どういう状況だったのかってねえホテルの件は、他の方にも言ってあるように、羽生君だけが特別にホテル滞在を許されたわけではなく、今までも五輪では、えー、冬も夏もホテル滞在の選手はいらっしゃいましたよ。えー、それぞれの選手の希望や、えー、事情も考慮されて認められているんだろうと思います。それなのに、羽生君だけ説明が必要で、しかも一人だけ感謝を述べるのは少しおかしな話になってしまいます。そうですね。まあ、うん。 まあだから、そのなんだろう、いろんな事情があったから、ホテル滞在が OK だったっていう可能性もあるんで、他の選手も、その可能それもできた可能性もあるので、うん。はい。えそして YM さん、えー、上にも書いたように、坂本選手の、えー、コーチの中野さんが、えー、選手は選手村の食堂の利用を禁止されていて、えー 滞在中、日本から持っていった食料しか食べれなかったとイベントでおっしゃっていました。宇野選手だけが食堂を使わなかったわけではありません。それが全ての競技団体なのか、それともスケレンだけなのか分かんないし、理由も分かりませんが、え選手村滞在については、え音声ブログ、ナウボイスでファンからの選手村の様子を教えてくださいという質問で、鍵山君、木原君、ティムさんとはえ、部屋は別々だけど、リビング共用みたいな、 みたたいいなな作りの部屋だったと宇野選手が答えていますすあーなるほどですねこれはちょっとはナウボイスで選手たちは話してるんですね。で、ホテルか,ホテルか選手村,村かを、えー、選べたかどうかは分かりませんが、羽生選手以外は選手村だったのは事実です。まあ、これはフィギュアスケートの選手はということになりますよね。うん。ちなみに IOC としては、 平和の祭典としての観点から、えー、選手村での滞在を基本的には義務付けていると聞いています、えー。もちろん、選手村とホテルでの大した環境が違わない、何の説明もいりませんが、今回はあまりにも選手村の環境が悪いこと。あとは、男子に関して3人全てがメダル候補、ライバルです。えー、スケレン主導で1人だけ良い環境を用意するのであれば、説明は必要だと思います。まあそうですね。まあ、これは、 うん、だからもう相当ね選手村のね環境に信用性がなかったというかちょっと選手村は怖いっていうねところがあった部分もあるのでまあそれがねちょっとなんだいざこざの発端になってくるのかなとちょっと思ったりはしてますけどもねはいまあこれはね 研究が必要ですね。選手村がいいのか、それとも、えー、ホテルがいいのか。うん。まあ、それはちょっとね、まあ、新型コロナの状況でも、あの状況もあるので、まあちょっと、えー、いざこざは加速されていくるんですけども、ね。はい。ヒロミユズさん、よろしくお願いします。 うーんきついような言い方になってしまいますが、ごめんなさい、最初に謝っておきますね。羽生選手が選手村を全く利用していなかったとすると、えー、北京五輪、スノーボード、女子ビッグウェアで17歳で銅メダルを獲得された、えー、村瀬選手、村瀬コ,コモ選手ですねが、えー、ご飯を食べに行こうとしたときに、羽生選手を選手村の日本刀で見かけたというお話は、 どうううなってししまうんでしょうかこれね、ちょっと気になりますよね。まあ、要は、その時だけたまたま訪れていたから、そこで食事を食べていたのかっていう可能性もあるありますし、まあ、常にホテルのいて、まあ、食事をとっていたけど、まあ、この時はたまたまそこにいて、食事をとっていたっていう可能性もあるかと思うんで、まあ、ちょっとすべてはね、ずっとそこで食べていたっていう。 可能性はね、どうかとは思うんですけど、まあそういったお話はあるということで。で、こちらのお話は村瀬選手ご本人がインタビューにも答えられていて、えー、テレビなどで動画でも確認できると思います。で、下記の東京五輪では、えー、選手村も使ったけれど、選手村のある東京都の中央区の晴海に、えー、近い、えー、千代田区などの高級ホテルなどを利用されている日本人のメダリスト選手もい,、ま、い,ら,いらっしゃいましたしあ、なるほどですね。これは ちょっと気になりますねまたねあ、そのホテルが高級かどうかあった場合も、これ、もしもそうだったらものすごいね、反感とかありますよね。もう別僕なんかね、もう高級ホテルで全然いいと思うんですけどもね、本当はね。うん。でもなんかもしもね、選手が高級ホテルとか泊まったら、なんで高級ホテルなんか泊まってんだろうってね、言う人やっぱいると思うんですけど、僕ね、全然気になるんですよ。でもね、もしもこれが、そのホテルの、えどこのホテルに泊まったかによって、またいろいろあるんですよね。うん。 僕なんか全然気にしても、オリンピックに出る選手なんてもう高級ホテルでいいんじゃないかって思っちゃいますけど、まあなかなかね、ちょっと難しいですね。はい。そもそも選手村利用に関しては、こちらをご覧の方の中に、実際に今回の北京ゴールに派遣されたスケート競技の選手の方や、えー、あの、 これは契約,契,約かな契約に関わる書類を、あすいません、契約ですね、契約に関わる、えー、書類を実際にご覧になり、把握されている方がおっしゃる中での、えー、確実な情報なんでしょうかということですね。うん。まあだから、そのね、わかんないですよね、その何があったかっていうのが。 うん、私ももちろん、北京五輪派遣選手ではございませんので、細かい派遣規定や、えー、契約内容は、えー、存じません。もし確実な派遣契約内容をご存じのない方ばかりなんだとしたら、また羽生選手ただけが始まっているように感じるので、引きようだとか,引きだとか、えー、狭いとか、公平ではないとか、えー、憶測で話すのはもうやめませんかということですね。うん 推しの選手を応援する気持ちは理解できますし、えー、無意識なんだと思いますが、他の選手を貶めるようにも取れてしまう発言が、えー、株君のところでもまたちらほら見受けられるようになってきて悲しいです。まあね、これぶっちゃけその、やっぱりこう気に入ら,気に入らないんだなっていうのはね、もうわかりますよね、正直言うと。 うん、引退や出場自体や怪我などのショッキングな情報共有は有益なお話ですから泣いてしまいやすな気持ちになってしまうのも仕方ないお話ですがフィギュアスケートが盛り上がるようなそんなお話をしていきませんかまあそういうね、本当はそういうとこに行きたいんですけどちょっとね状況がねなんかこんなんだろう今そういうなんか感じになってない部分もあるのでまあ本当はねそうですねまあ結構ね僕もフィギュアスケート盛り上がるような話に、ね、してきたんですけどねちょっとなかなかねうん まあ、本当はそっちに行ってほしいんですけど、まあ、ちょっといざこざが残ってるので、まあ、そんな状況でちょっとね、行けるかどうか分かりませんけど、まあ、うん、本当はね、そっちの方がいいんですけどもね、うん。はい。えそして、桜子さん、よろしくお願いします。えー、私、 私も,かな私も同じことを思っていました。北京が終わって、そしてワールドと終わって、正直に、正直に、そこでもわっと来ることがあります、えー。プーさんのことから始まって、羽生選手のお母様の同行。 そして今回のホテル利用のこと。ホテル利用のことは以前に誤解された方がいらしたので名前を出し,まし,出してすいません。いちごプリンさんが詳しく説明をしてもらい、私も初めて知ったことでしたが納得できました。僕もね、いちごプリンさんのコメントを見てね、ちょっと鍵を見つけたんで、ああ、なるほど。全然特別扱いじゃなかったじゃんってね、思ってるんですよね。うん。ここでも。 また、イチゴプリンさんが、食事面のことなど詳しく話されているので、それを見れば納得できると思いますが、そうでない人がいるような気がします。全然ね、もういい,いいなっていう気にしないんですけどもね。プーさんのことからお母様の投稿のことなど言われて、あまり細かいことまで言われると、羽生選手推しの私としてはあまり良い気分ではありません。皆で推しの選手のことについて、純粋に応援していきたいと思っていますし、その中でお互いの推しの選手を悪く言うことは避けたいと思っています。 私は自分の中でもトイプを飼っているんで、えー、宇野選手のトイプをちと見ると楽しみで、いつも見ています。ということですね。まあね、ちょっとね、まあなんだろう、結局その、遠回しになんか言ってるっていうところもあるかもしれませんけどもね。ただまあ真相がね、まあ今一つ分かんないって部分もあるので、ちょっともうちょっと見ていきましょうね。はい。そうですね。まあ一見落着までちょっと時間がかかると思うんですけど、分かったことも多いので、えー、まあなんだろう。うん。 ちょっともうちょっと見ていきたいと思います。はい。えー、そして、いちごプリンさん、ありがとうございます。えー、羽生選手とホテルの利用の件、えー、以前ここで議論をされましたが、一見落着でしたよね。斉藤論。これね、なんか話した記憶あるんですけど、まあ、多分ね、その時そんなに問題にならなかった気がするんですよ。多分それがね、あの今になって、えっていうあのもえ、そんなに皆さん、 そんなにこう、一部の方が、あの、不満になってたのかなっていうことを機能してですね、まあ、驚きましたね。さて、今シーズンの ISU アワードが延期になりました。やっぱり ISU もありしも、ロシアあリきなんですかね。まあ、多分ね、それ大きいと思います。まあ、これもね、まあ、これがそもそも一番カオスなんですけど、まあ、本当ね、カオスただらけですね、本当ね。うん、まあ、多分ロシアの情勢とかで、ね、止まってんのかなっていう感じですね。うん。 ぶっちゃけフィギュアは、ロシアは結構牽引している部分が非常に大きいので、まあ結構ね、厳しいですよね。うん。はい。えー、そして、桜子さんありがとうございます。ホテル利用の件は、いちごプリンさんから以前詳しく説明を受けて、私もよくわかりましたし、納得もしました。解決済みかと思いましたが、納得できない方もいたようですね。そうですね。まあだからまあ、でも今回の件で多分一件落着できた気はするんですけどもね。うん。どうでしょうかね。はい。 うん、あとは、まあ、職種の件だけじゃなくてその一緒にこういるか相部屋になってしまってるっていうところも、まあ、ポイントになってくるかと思うんですけど、まあ、そこはね、まあスケレンが説明ちゃんとするべきだったんじゃないかなちょっと思うんですけどね、うんまあ、僕はねもう選手の演技を見るのが好きだったんで、まあ、本当にこういった中身は、ね、気にしてなかったんですけど、まあ、歌舞伎日誌を見てみるとちょっとねいろんな 意見がありまして、はい、えー、桜子さんありがとうございます。何か羽生選手が特別待遇を受けているということとか。 いるとか家族お母様が同行したことに関して特別だと思って皮肉っている方もいるようですが宇野選手においてはコーチとトレーナーさんが同行していました、えー、羽生選手においては大沢コーチが韓国の代表として、えー、同行して北京入りしたんで、えー、羽生選手には日本からの同行者がいないので特別にはお母様が同行者として、えー、ス,ケスケレン隊をあの認めてもらい お母様が帯同したというわけです。だからこういうのって家族の努力があってからこそなんですよ。うん。僕ね、こういうの非常に大事だと思うんですよね。だから、その帯同をするために家族はすごく努力をしたわけですよ。多分。 うん、そういうのもね、やっぱ非常に重要なんで、そういった努力がなければ難しいと思うんですけどもね。2014年の中国杯の衝突の時に、日本チームは医療チームが同行しなかったんで、大沢ーーコーチの知り合いでアメリカの医療チームの医師から、えー、治療を受け、えー、昨年のワールドの時は、喘息が起きて調子悪そうなのをロシアのチームの方が見て、ロシアの医療チームの医師が治療に当たったという、当たったそうです。これね、ありましたよね。日本のスケート連盟は 今度から医療チームを同行させると言ったようですが未だにそれは実現されていないようですこれですよねそのような経緯もあるので羽生選手の持病のことをよく知っている、えー、家族お母様がいつも一緒なんだと思います、えー、家族がいつも一緒にいるようなことが、えー、ないようにするべきだと書いている人もいますが人それぞれに避けられない事情もあるのでしょうしいけないことではないと思います うん、僕もね、そう思うんですけどもね、それは結構認められない人もいるようで、ちょっと。で、ね、残念だなと思うんですけど、他の選手はコーチやトレーナーさんと同行できるのに、羽生選手だけはそれがなかったんですから、それと、余談になりますが、東京オリンピックの時に、足の素が選手村、えっと、選手村に提供した餃子が美味しくて、えー、各国の えっと、選手たちとの間ではとても評判が良かったようです。ホテルだけではなく、選手村にも味の素は食品を提供しています。ということですかね。だから、いいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、思うんだけど、家族の努力っていうのはやっぱあると思うんですよ。で、それって非常に重要だと思っています。やっぱ、その、何もや、何もね、アクションをしなければ、確かにそのね、 あの原則その先週、えー、村になっちゃうっていうとこがあると思うんですけどそのいろんなその努,力努力をすることで物がね、えー、いい方向に向かうっていうことはこれありますのでその努力っていうのも非常に大事だと僕は思うんですよね。 うん、だから特別扱いではなくて、何かも行動をした結果、そういうことはできたということでございます。何もね、書類とかを提出しないで、えー、何,何か通るっていうことはないと思いますから、まあ多分しっかりとそういった家族のサポートとか、連絡とかね、うんえー、そういうこの、なんか家族の,その努力っていうところもね、結構大事だと僕は思うんですけど、うん、まあだからね、あの、ね、特に問題はないのかなってちょっと思うんですけどもね、はい。 まあ、少なくとも食事に関してはね、問題はない気はするんで、うん。はい。えー、でも、もうちょっと見ていきましょう。えー、ワイムさん、よろしくお願いします。 えー、羽生選手は大沢ーーコーチの態度を断ったということになっていますよね。あれも事情がよくわかりませんが、別には私はお母様の態度を悪いと言っているわけではなく、オリンピックの時の生活環境について、羽生選手と他の選手ではあまりにも違うのではないと思ったからです。このね、大沢コーチの件もね、話し出すと本当キリいなんですね。特に男子3人は 共にメダルを狙うライバル一人だけ違う関係は不公平にもつながりますまあねでもどうなんだろうこれそうかな僕でもどうなんでしょうかねでもこれねなんだろう どうしてもそうしなければならなければ、きちんとスケレイは事情を説明すべきだと思います。宇野選手は、ステファンコーチと、出光トレーナーがついていかれましたが、選手村には出光さんは入れず、ステファンコーチは、えー、コ,コールーなのため、個人戦の2日前に入って、えー、個人戦が終わったら帰ってしまいました。ああ、なるほどですね。その後は、選手村では一人ですね。もちろん、スケート連盟の方もいらっしゃったでしょうし、そんなには困らなかったのかな。 まあ、翔馬君としては、お母様より、怪我の治療の必要性もあり、伊手光先生を選んだっていうことです。それは私も良い選択だったと思います。だから翔馬君は、お母様がいけなくて、かわいそうなんて言いませんよ、ということですね。まあ、だから、その戦車によって、なんだろう、 家族がががいいいいいいいたた方方場場合合ももああるるし逆にに選手村にいた方がいいっていううと思うんですよ、うん、僕はね、宇野くんはね、選手村にいて正解だったと思います。なんとなく。うん。あの、羽生選手はね、選手村にい,いるとちょっと危ないって言いますかね、そういう感じがするんで、選手によって変わってくると思うんですよ。だからまあ、不平等とかね、なんかそういうのがあるかもしれませんけど、 でも、そもそものとして人間のそのタイプっていうのは違いますから、だからね、なんていうん、タイプっていうか、そのなんだ、あのな、なんでしょうか、その状況っていうのは多分違う、違いますから、その状況によってそれぞれの選手が個人個人の判断で判断してきたのかなってちょっと思うんですけどもね、うん。はい。えー、そして、えー、っと、YM さん、中野コーチは選手たちはほとんど炭水化物だけで過ごしたとおっしゃっていました。えー、ギョーザは炭水化物 ギョ、えーまあ、餃子は、あれですね、まあ、お肉が入ってるんで、お、は、肉、いえー、お肉、まあお肉まあ、炭水化物、皮のところは多分炭水化物だと思うんですけど、まあ、どうでしょうかね、えー、東京オリンピックの時はデリバリーできたけど、北京の時はどうだったんでしょう、スケデンもきっちあこれね、デリバリー、だからまあ要はあのー、選手村でその、ね、用意された食事に羽生くんが来たのかなっていう感じでしょうかね。 まあデリバリーでホテルに届けてくれたのかな。まあ、これもちょっとね、もう羽生君にも聞かなきゃわかんないですね。<laughs> はい。えー、スケデンもきちんとこの辺りを説明するべきです。えー、桜子さん、もし楽だったらと考えてください。もし他の選手が味の素のサポートメニューで、サポートメニューの食事で、羽生選手だけが選手村で毎日おにぎりばっかりだとしたら、えー、羽生ファンはきっと劣化のごとく起こりますよね。まあ、これも極端な推測ですが、 でも他の選手のファンにしてみれば何の説明もなくこれでは納得がいかなくて当然だと思いますよということですね。まあでもね。 選手たちにどこまで情報が行き渡ってんのかっていうのが、まあちょっとわかんないんで、まあ、そこはやっぱスケーレンはきちんと説明するべきだったのかと。でも、スケーレンもぶっちゃけどうなるかわかんなかったっていうところもありますからね。うん。まあ全てがね、霧の中で、霧の中にいるとあったと思うんで、それをこう、何を選択するのかっていうね、あの、わかんない状況でしたからね。 うん、もう全て、どこを攻めればいいのかっていう、もう全部がこう霧の中を彷徨ってる感じだったんでね、うん、何を選択してもあのわ、ー、かんなかったという感じだと思います。はい、えー、そ,そして、さくらこさん、食事関係のことについては、いちごプリンスさんが詳しく書いてますので、それを見てください。そうですね、まあ、かなり詳しく書いていまして、僕もね、えー、かなり腑に落ちた部分がありますので、はいうん。 はいえー、そして、えー、BNA ホールハクさんありがとうございます。話はちょっとガラッと、えー、変わりますけども。えっとですね。自分は女子にしか興味がありませんので、えー、男子のことはほとんど念頭になくコメントを書く傾向にあります。えーまあ、僕は気づいてましたよ。 男子は将来的に有望な有力選手がいるんで安心でしょうが、今の女子の中高生世代のトップ選手は、シニアの河辺選手、それに続くのは松幸選手というのが現状でしょう。いや、松幸選手めっちゃね、強くなってきましたよね。過去のジュニアワールドでは、女子は15歳くらいの有望な選手が揃っていて、ジュニアで活躍後、すぐにシニアデビューしている印象でしたが、それも過去のこと。 えとおととし、高校1年生で新年デビューした、えー、川辺選手は久々の有望株でしょう。えー、全日本ジュニアの、えー、女王が荒川選手以来のノービス選手というのは必ずしも明るい話題ではないでしょう。つまり、それだけジュニアの選手層が飛弱ということを意味しています。今の女子大学生選手たちは、えー、卒業後も、あのー、 全益を続行してもらいたい。ワールド出場枠を3枠を確保し続けてもらいたい。更新の選手たちの育成に期待をするしかないでしょう。また、年齢引き上げが実現すると、島田真央選手は、次の5年に出れなくなり、日本女子はかなり不利になるかもですね。いやー、島田選手かわいそうですね。うん。もしね、年齢引き上げになっちゃうと、島田真央さん、本当にかわいそう。 うん、だって子供の時からやっぱりね、ああ、ミラノオリンピックに間に合うからね、やってきたっていう部分もあるんですよ、うん。だからね、狂っちゃいますよね、目標がね。だから、でも僕ね、多分大丈夫なんじゃないかと思ってます。なぜかというと、まあ、ロシアが今回ああいう状況になってますから、多分ね、そういった大きなルール変更ないんじゃないかなって思うんですよね。わ、まあ、かりませんけど、6月ぐらいにね、真相が出るんで,ので、また皆さんとそこで話し合っていこうと思うんですけど、でね、これね、 まあ本当、確かにそうですね。でもね、まあ、あの、効果、不効果は分かりませんけど、まあ、ロシアが今、ちょっと世界選手権とか出れませんから、まあ、ぶっちゃけね、効果、不効果は分かりませんけど、まあ、なんて言うんでしょうかね、日本チャンスなんですよね。 うん、まあ、まあ、やっぱロシアがいると、めっちゃこう強い部分があります。まあ、アメリカのね、えー、レビット選手は強いですけどね。だけど、今はちょっと日本の存在感がかなり出てきてると思いますので、まあ、今、チャンスですね。逆にこの期間中に日本は、えー、レベルを上げていきたいですよね。うん。まあ、ロシアもそのドーピングの件もあったりするんで、まあ、そこまで話になってくると、まあ、えっ、ー、と、あの議論はもう爆発しちゃいますけども、はい。なので、今日は話しませんけどもね。はい。 えー、そして、えー、広見ミユズさん、よろしくお願いします。連、え、投、ー、ごめんなさい、2点を追加させてください。ということで、まず1つ目、羽生選手含め、遠征先楽天への選手のご家族の帯同について、命に関わる交差性の病を抱えつつ、アスリート生活は健康な皆様の想像を絶する日々となります。羽生選手はここに当てはまりますよねまあ、そうですよね。 救急車などで病院に運ばれた際にも、本人か家族のサインがないと手術や処置ができないケースも多々ありますえ。病院に行く前にも保険会社の許可を得る必要がある国もありますよね。え選手自身が楽をするためとか、ご家族がいないと競技ができないというわけではなく、お母様のご家族の帯同は選手の命の安全性を高めるためでもあります。え主催者や工業主え、そして拠点チーム、 側としてもありがたく感じるケースがただ存在するとは考えられませんでしょうかまあねそうですね僕はねだからねそういうふうな考えでついてるのかなって思ってふうに落ちるんですけどなかなかねそれがなんでお母さんがついてるのって思っちゃう人いるんですよねうん。まあ人に考えなんでまあそれがちょっとまあ,あのまあ 分かれる部分あるんですけど、分かれる部分はあるんですけど、まあねか、家族の努力っていうのはあるんですよ、やっぱりね。その、なんか、羽生選手の息子がまあそういう状況ですから、まあ、なんか、なんて言うんだろう、あのー、家族は努力して、手続きとかね、えー、してですね、やっとこう、たどり着いたっていうところもありますので、だからまあ、家族一丸となっている部分っていうのはあるので、ね、うん、まあ、納得できない方もいるとは思うんですけども。 はい、そして2番目ベルモットジュオカさんのお言葉遣いや表現についてですね、えー、お名前から「面探偵コナンの黒の組織」 悪の組織の一員を意識されて、わざと悪い言葉を表現を使われていらっしゃるのかなと以前からコメントを拝見しておりました。えしかしながら、やはり重ね重ねとなって回りますと、カブ君も困ってしまうと思います。全選手やそのご家族やコーのチームスタッフに対して、推しの選手関係者以外にも失礼のないような表現の仕方を心がけていただきたいと多くの方もおっしゃられておりましたが、私もそう思います。以上です。お邪魔しましたということででもね、ベデオトジオカさんね、最近結構 あれですよ優しくなってきたって言いますかね。あのなってきてですね。あんまり、その、まあ、ちょっと、うっていうのはあるんですけど、以前よりは、ま、知になったかなっていうのはあるので、うん。まあ、他のね、その YouTube のコメント欄とかでは分かりませんけど、僕のね、YouTube のコメント、最近で、あのね、お話ししても、そんなにね、なんか悪い言葉遣いとかじゃなかった気はするので、僕が言うの偉そう,そうすぎるんですけども、まあ、だからね、最近は結構、暖かくなってきたのかなっていう部分はありますけどもね。うん。 はい。まあ、そんな感じですね。まあ、ベルモット・ジン・ウォッカーさんって、この、ね、ベルモット・ジン、ジン・ウォッカーって、どう、なんかまあ、なんでしょうかね。あのー、お酒の名前がね、ウォッカー、ウォッカが好きなのかなとかって、ちょっといろいろ思うんですけどもね。はい。まあ、ちょっとそこは置いときましょうということでございます。はい。うん。はい。えー、そして、えー、っと、ムチャさん。 ありがとうございます。羽生選手がホテルに滞在しないとかですねえ。お母様帯同するしかしないとか、それぐらい羽生選手を自由にさせていいじゃん。他の選手もホテルを使ってるなら、税金の問題もないでしょう。まあ、そうですね。うん、まあ、要はその、パフォーマンスにいい影響が出てしまうっていうのがあれかな、関係してくるんでしょうかね。うん まあでもそうなってくると相当選手村っていうのが信頼できないのかなっていうのがありますのででもまあ信仰の件がオッケーですねうんまあ多分だけど、まあ、新型コロナの件がまあ結構あったりしたっていうのもあって、まあ、ホテル滞在とかも認められてるのかなあとは羽生んの持病とかあとは家族の努力ですよねまあその家族がまあその努力をしたかで宇野君の場合は逆にホテル滞在よりも、えー、多分選手村の方がいい気がするんですよね僕はね。 うん、だからまあ、選手によって絶対違ってくると思うんですよ。うん。ここ最近、医療,医医療的ケア児の、えー、資料とかで、親の負担を減らそうというのが流れがありますが、羽生選手の時代は、持病を持つ子供の親の医療行為の負担は大きかったんです。えー、今までのこのやり方でうまく回してきたんだから、羽生選手にはお母さんの態度が合ってるし、家族も理解していると思います。えん、ー、そじゃないけど、発作系の難病を抱えている私は、他人の持病とかの伝き方にどう、 どうこうこ言えないですよねそれよりも、羽生選手が他の種目の応援に行けないことが悲しかったです。特に、龍一君は唯一の、えー、3大会日本代表のメンバーだから、陸龍の振りくりゅうのフリー、進出、入賞の瞬間を生で見,たかみみた、えー、見てほしかったなと思います。そうですね、りくりゅうはね、本当に、まあ、個人戦のフリーもめちゃめちゃ良かったですし、えー、きっと羽生君自身も見たかったと推測しています。まあね、これね、あのー、 どううでしょうかね羽生選手自身が、うん、決めたのかなっていうところもありますけどもね、今回ね、北京では本当に自分の演技をして、その後とは、まあ、ビンドゥンドゥンとのね、えー、触れ合いもあったんですけど、そんなにこう、まあ、結構他の人と離れていたっていうところが多かった気はするんで、まあ、うーん、そうですね、まあなかなかその他の選手を応援するまあしたくても、まあ、ちょっとできない部分はありましたからね、まあ難しかったですよね。うん まあ、ホテル滞在については、まあ、ホテル、選手村、どっちが良かったのか、まあ、研究結果があればね、分かりやすかったんじゃないかと思います。僕はね、まあ、シンコロの件もありますけど、まあ、選手によってホテルがいい、選手村がいいとかって分かれると思うんで、全部が全部ホテルがいいかっていうわけじゃない気はするんですけどもね、どうでしょうかね。うん はい、えー、そしてエミリーさんありがとうございます。初めてコメントさせていただきます。えー、スケートは見るのが好きなだけの素人なんで、いつも歌舞くんさんが詳しいことを教えてくださるのが楽しく見せていただいています。ありがとうございます。いやあの皆さんの、ね、本当はコメントがね本当、皆様のコメントがとても詳しくですね僕もあの勉強してますので、一緒に楽しんでいきたいなと思うんですけど、私が好きなのは宇野選手、ワールド制覇がうれしすぎて、まだウキウキしています。えー羽生選 選手のホテルにお母さんと対戦の件何か事情があるんだろうしいいと思いますもしも喘息の持病のためだったら、えー、逆に、えー、宇野選手も幼い頃小じ喘息でかなり苦労をされていたはずなんで今良くなってみなと一緒に泊まれるんだなと思いましただから逆にですよ羽生くんがホテルに一人でいる状況になってしまったっていうのってあのー、考え方を変えたらかわいそうな部分あるんですよね考え方を変えると うんまあ、要はみんなと逆に痛かったっていう部分も多分あると思うんですよね。でも逆にできなかったっていうところもあると思うんでだから全てがいいっていうわけじゃないと思うんですよね。うん なので、あのー、そうですね、今回のオリンピックがどうだったか分かりませんが、金メダルの姉さんチェーン選手もお母さんのサポート、かなり強力にあるようですし、宇野選手もお母さんどころか、弟のいつきくんまでがサポートされていますね。えー、鍵山くんはお父さんがコーチで帯同されていました。えー、ご両親の手助けはお心あたた温まるもの。いつまで いつまでもでももいつまでもではない。親というのは先に年を取りますから、いつか必ず立場が逆転する時があります。まあ、これね、僕もそう思ってるんですよね。うん。だからまあ、家族のサポートとかね、恋人のサポートとか、いろんな人のサポートがあって作り上げていきます。まあ、そもそもフィギュアスケートのファンの皆さんと支え合って、ね、いくもんですから、まあ、そういった愛っていうのは非常に重要だと思っていますね。うん。だからまあ、 技術的なものではなくて、まあ、これは本当に愛というかね、そういう部分が大きいと思いますので、ね、いいなと思うんですけど、フィギュア選手のご両親も今、今、えー、世界トップの戦う、えー、世界トップで戦う息子たちにできる限りのことをしてあげたいという、 親心、温かいです。トップアスリートは影響力が大きいがゆえに、模範性であることを求められることはあるのかもしれないけれど、今は多様性の時代、それぞれがそれぞれの一番楽なスタイルで、えっと、頑張ってくれたらそれでいいと思う。いや、本当ですね。もう本当だと思います。全くその通りだと思いますね。うん。なんか、あのー、いろんなね、多様性があっていい気がする、するので、うん。 はい、でリンダンさん、はじめましてありがとうございます。私は、羽生くんのファンですが、宇野選手の頑張りも温かく見守っているつもりですし、ワールドの金メダルも馬くんが取れて本当に良かったです。エミリーさんの意見に全く同感で読んでいて、ほっとしました。僕もですね、えー、ほっとしました。誰かと比べるのではなく、えー、それぞれの家族はできる応援を、それぞれのスタイルで応援するのがあ、それぞれのスタイルでするのが一番だと私も思います。そうですね。だから、 ね、いいあのー、まあ比べるとやっぱ切りはやっぱないんですよねうんなので、ね、すごくそのそれぞれのまあ,あの違ったスタイルでいいんじゃないかなと思うのではい同感でございますねはい、えー、そしてひろひろさんよろしくお願いします えすみません。どうも、イライラが収まらず、えー、追及させていただきます。不愉快に思う方は無視してください。いろんな方のコメントで、えー、選手村にいても、ホテルにいても、味の素から公平かつ平等な食事は提供されたらしいですね。えー、そうなら、その食事を利用するかどうかは、その選手個人の責任だと思います。えー、それなのに、ホテルにいるから良かった、選手村にいたから悪かったというのは、さっ〇〇〇にでは。 えーそうですね。羽生選手だけお母さんがいつもついていてもおかしいというのも、彼には持病もあり、今回はコーチもトレーナーもいないんだから、彼の健康を管理するために帯同したのは当たり前ですよね。やっぱり家族というか、完全に気を許して安心できる存在が近くにいることで、競技にも打ち込めると思います。それより、私は家族が競技に対して口を挟むことの方が問題ではないかと思いま。まあそうですね。これはね、よくあることですね。 ある選手のお父さんが、うちの息子のジャンプは世界一とか、ある選手の祖父がですね、うちの孫は世界一うまいから次は1位間違いないと言っていた,記ていたと記事で読みました。まあ雑誌の記事ですから信用できるかは甚ははだ疑問、えー、ですが。 それを読んでえ、よくそんなこと言えるなと、あぜんでしたえ。専門家であるコーチとかが言うのは分かりますが、あくまでも素人ですよねえ。選手を静かに見守り、支えていくのが家族の役割だと思いますが、まあ、私たちファンもあくまでも他人です,が、えー、他人ですから、選手の発言や動向にあれこれ口を挟まず静かに見守るべきかなと思います。えー、そして、思い始めています。 神経が落ち着かずくだらないことをなかなかと失礼しました。ということですね。まあ、かなりね、まあ、ぐちゃぐちゃですね、本当に。うん。まあ、要は、まあ、その、羽生選手とももしかすると、まあホテ、みんなと一緒にわ、あえと選手村にいたかったっていう可能性もあるし、えー、だから、選手村だけが悪かった、ホテルが良かったっていうわけでもない気がするんです、そこがね、まあ、結構キーポイントになってくるので、うん、まあ、 何が正しかったのか、何がいいか悪いかっていうことではねない気はするんですけどもね。はい。まあそんな感じでございます。まあ選手村の食事にどれだけ信頼を受けるかが選手によって変わってくる部分がいざこざの発端かもと思いますね。誰に頼れば何を信じればいいのか、コロナには見えないし、え難しかった状況もあり、賭けでもありましたねというふうに僕は思いましたね。まあそのやっぱりね、選手村がね、 ああのまあ、食事については、まあとりあえず、そのまあ先ほどの、えーえー、とイチゴプリンさんの話にもありましたけど、えー、まあ同じだったということで問題なかったんですけど、まあ、それ以外のその、えー、選手のそのなんだ相部屋の件とかでもあるので、まあ、そこが結構いざこざの発端かなとちょっと思ったりはしてますが、えーまあ、賭けでもあったかなってね、ちょっと思いますよね。はい。はい、そして、マスミンさん、よろしくお願いします。 えー、私は、羽生選手を応援している人が9割以上、批判的な人は1割以外、いや、もっと少ないと思いますが、マスコミの煽りという目立つんですよね。人がどんなに負のスパイラルに巻き込まれやすいか、ネガティブに興味を抱いてしまうか、それは本能的なものだと思います。まあね、これはね、もう仕方ないですね。人間のその感情的な部分が。はい。カブ君の最も閲覧された動画も 7, 7回、 7、8万回で、トゥルサーの五輪で号泣感情爆発の話でした。ここでも奨励されていると思います。まあそうですね、YouTube にも数え切れない数の羽生選手の関連動画が上がっています。そして本当に多くの外国の方が見てコメントしています。先日、外国の方のコメントで、なぜ日本のマスコミは、この100年に一度の素晴らしい選手をいじめるの どうか日本の皆さん、ゆずを守ってくださいというものがあり、見て私は悲しくなりました。事、え、故、ー、のエゴなどもあるだろうから、特に人の言動に意見をするのは仕方がないけど、えー、対象の人はなぜそうなったのか、そうしたか、理由や背景にあることを知らずに意見する本人ではなく、えー、他人の話をそのまま鵜呑みにするのはとても見スキリんだと思います。 以上、最近のコメント欄を見て思いましたということですね。同時に、選手に対するファンの深い愛情も感じました。そうですね。結構、だから、選手に対するファンの深い愛情、これね、ありますよね。まあ、愛情っていうのは、時にね、まあ、そういうなんか波乱を引き起こすということにもなりますけどもね。うんまあ、結構ね、センシティビティな内容っていうのは、皆さんやっぱり人間なので、まあ、どうしてもこうかんそこにね、向かっちゃうっていうところはありますよね。うん。はい。 はい。というわけで、皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしょうかもう、一見落着になりましたかね。まあ、ちょっとまだね、もやもやしてますよね。なんとなくまだ、ちょっと、もやってる部分は、あれ、あるかなとは思うんですけど、まあ、とりあえず、一つ一つですね、まあ見ていくと、まあとりあえず、分かったことは、まあすべてが、ホテル、ホテルのね、えー、なんだ、ホテルの、 生活が全てが良かったっていうわけではないし、まあ、それからまあ食事についてもですね、まあホテル、選手村、平等だった部分もあるということだったんですけど、まあこれまだちょっと、まだ、えー、まだ曖昧な部分はあるんですけど、まあ結構、なんでしょうかね、分かった部分も多かったんじゃないかなと思いますよね。はい。ただまあ、まだちょっとね、まあもやもや残ってる部分もあるので、あれですけど、まあ僕はまあね、 金ょはしてませんけど、ちょっとお母様の態度の件とかでもちょっといろいろあるので、ね、うん、まあ、まだいざこざは残ってるのかなっていう感じはあるんですけど、まあ、なんとなく、ちょっとだけ、ちょっとは前進したかなと思うので、よ、はい、かったかなと思っております、はい。では、ありがとうございました。お疲れ様でした。これで以上でございます。